はい、鳥さんのチースキンいただいたんで、見てください、このプリプリ。はい、ってことでね、録画開始開始、グエンみたいなんかちっちゃい。鳥さん、マルファイトで、録画開始開始。開始開始。アップ機能あったらいいのにな、こっちにも。かわいいな、でも顔。嘘置いてあるよ、それ。うん、余裕余裕。バレーでトントン。え、いや違うわ、名前。え、違う違う。ミニオンに行くんかい。マジ、マルファイトの位置取り弱いわ。あ、俺が食らうわ。ありがとうねー。ありがとうねー。マサヨン、エフェクト可愛いな。マルファイト1レベルマジ弱いかな、イードリしたら。確かに、なんか飛んでってる。なんだろう。ボイーン、ボイーン。花火みたいでしょ。前振りで生意気じゃない？ね。俺がや次エゼリアルがブリンク使ったら1スキでスローいるから、うん、これはサップのサップの意地の張り合いや。これは俺のもんや。出てけ、ここは俺のもんや。勝ち取った。ルルルルレット大きくなっちゃうよ。大きくなったぞ。無駄にダメージ受けただけだった。違うのよ。なんかお仕置きが必要なやつ多いな。うん、ムカつく本当に。うん、成敗したいわ。埋まらなくなるぞ、その使い方したら。いい W つけた時ぐらいだぞ、使っていい。勝てるよ、もう一回。もう一回でいいよ。残念。こいつ。俺来いよ来いよ、別来いよ、おい来いよ、おい来いよ、来いよ。いいや、死んだやろ。え、俺が死んだ。押し切り萌え、押し切り萌え、押し切り萌えかも。大丈夫です。このゲーム、イージートゥウィン。俺のトリスターナに惚れろ。じゃあな、もうちょっとな。もうちょっと性能上げてほしいな。運営さんに俺がバランス調整、ちょっとこうしてって言うから、ちょっと、やってもらおうぜ。無理だよ。なんでだよ。大株主の子供たちが決めてるから。俺がやりたい。花火みたいでしょ。やべ、危ない。ジャングラーどこだろうな。ジャングラー今ね、西日暮里やね。赤バフから回ってたら赤バフ勝ってそうなんだけど。赤バね。赤バね。確かに京浜東北線沿い走ってる。うん。西日暮里も京浜東北線？本当だ。うん、西日暮里も京浜東北線。あ、そうなんや。適当にいたのに。ナイスナイス。大丈夫大丈夫。いつだってんたーい。もう今届いてなかったね。飛んでない。届いてない。うん、大丈夫じゃなかった。で。ヘカリもなんなら来てほしい。あ、確かにナサス強いからセナナサスありだね。おー、でもセナナサスの時のナサスって AP なんだけど、 AD でいけんのかな。え、これタープレじゃね。プリンプリンじゃない。おせ、ボムがすごい。ボーン、
え、顔の表情になってるボムが可愛い。ボンボやー。え、バカなの？死にたいの？全然痛くない。うわ、あれあるよ、コントロールワード。うん、ウケウケ。ん、ムカリヒが上に来て、やりましょう。オッケー。いや、これ危険、さすがにね。俺たち整ってない、貯金がありすぎる。うん、俺なんかリコールするようで仁王立ちしてるだけやった。あるあるね。すごく VA にいい感じですね。VA でもいい感じって言っても250だけど。全然これでいい感じだったら普段どんなやなんや。どんなゲームしてるんや。お前じゃ養分になってるな。いい感じ、わらわら。ベインって絶対レート強いのに、なんで序盤あんなにトリプルキルしたんや、最初。ビーム！これやばい。下がった方がいい。絶対下がった方がいい。でも、1-1取れるならいいんじゃない？まあ、確かに。そんなに。ガチミリ、ガチミリ、ガチミリ、ガチミリやん。オッケー、俺のピザが最強や。やばい、馬が来る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 、馬が来た、馬が来た。レジェンダリー、うん、900やね。あ、900。うん、それアイクヌワラのゼロの言い方や。ゼロ。うまい、ベイン。なんかハイパーキャリーをするような匂いが少しするけど。匂いだけじゃないの。匂いだけかも。無臭だで消えるくらいの匂いかも。薄味じゃん。薄味だね。え、前振りしてね、こいつ。金髪バカ。うん、金髪バカな。手数来そうだな。あ、下だ。タワーでよくないもん、これ。タワー。ファイヤー！おいヘカリも来た、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 ヘカリも来た。もう間に合わない、間に合わない、間に合わない、間に合わない。ああ、逃げとけよかった。いや、前だったか、逆に。いや、前だったかもしれない。もうエズに突っ込むべきだったか、今の。ヘカリもやばいな。やばいね、1000ゴールで、賞金クリア。倒したいじゃん。倒したいね。トップレーンのタワーが攻撃されています。ナイス。で、このレーンの対面はもうウルトは絶対使わずに普通の通常スキルだけで倒さなきゃいけない。うん、ヘカリム、ヘカリムが来たらヘカリムにオールイン。ヘカリムやべえな。対面 AA だけで倒してみた企画。危ない。ヘックスゲートがさ、ずるいわ。うん、下行って上行っても自由自在じゃん。自由自在すぎるね、ちょっと。だって下に移ったと思って行ったらさ、ゲートでウニューンってきてもうさ、足早からもう逃げらんないんだけど。んだよね。うん。
これ、ね、ほらほら上いた上いた、あの本校ネグロ、私メリーちゃんあるやん、うん、メリーちゃんもヘクスゲートで移動してるんちゃう、怖い、今私の私は今あなたの家の前にいるのって悪しかなくね、まあ、ミッドプッシュじゃない、ミッドが取れてるから、確かに本格的なマクロで言うと相手が触ったらいい感じのタイミングでいけばいいんじゃない、これベストタイミングじゃない、いいよ、俺の後ろに隠れて、誰にも当たっていない、手前から、オッケー、逃げますか、一旦一旦逃げてトンズラこいて、うわ危ねえ、無理や、オッケーオッケー、まあまあまあ悪くない悪くない、いや悪くない悪くないよ、キル入ったでしょ、入った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 、ネッサ、でもいかついぐらい痛かったよ、ヘカリムだった時、うん、まあそういう時もある、この子はね勘違いしてるからね、うん、正した方がいい、ね、一旦ぶち壊した方がいい、うん、この大人になるとね世間知らずな大人が出来上がっちゃうからね、社会というものを教え込まないと、一回一旦教えてあげて、おっしゃ、ヘカリムと同じぐらい持ってるぞ俺、ポーン、確かにこれかわいいな、ね、ボムいいよね、ボムいいね、あ、どうした、手汗、え違う、ワイリフ落ちたかと思った、びっくりした、今確定ですよ、もしかして、ロークさん1600円スーパーチャットありがとうございます、ありがとうね、ちょっと待ってください、このこの試合終わったらちょっと真面目に答えますわ、ちょっと今ねね今おふざけテンションだから、えこれやらない、ヘカリも上だよ、うん、やる、いや無理だね、いや無理か、やってると思わせてじゃない、てかこれ、あー植木あったわ、とりあえずクラウン剥がした、いやバイリコールしてんのか、一旦帰るか、じゃあトップレーンのタワーが攻撃されています、これ相手バロンやで、もうギブかこれ、もう倒した倒した、いける、俺向かってるよ、オッケー間に合うね、これさらにヘカリもめっちゃ削れてる、いやめっちゃ削れてる、これはやりたい、うわーくそ、いやー欲しい、えバイウルトさ魔王界に打たんかった手前のお雪村教えたれよ、バイの使い方を、いや十分十分、十分な戦果ではあるよ、でもバロン消えねえんだよな、これ意味わかんねえ仕様で、そう仕様が意味わからんわ、これ信じた、バイキャン、バイツヤン、めちゃくちゃ丁寧なマクロや、わざわざ避けることな、だってこういうウルトで無理か、あべ
まだだった。ラッシュか？これヘカリモはもうなんか割とどうでもよ、対応できるな。いけそうな気がするね。うん。これバイがウルトをヘカリモに入れてくれたら多分勝てる普通に。俺ウルト合わせれるし。アイだけ入れてや。うん。いやもうねめっちゃ強いよ俺。いいよ。メタンコだね。パンツ入れて終わりか。エースも一個欲しいしな。もう一個俺にしよっかな。アデセン行こうか俺。うそん。嘘じゃないよ。お願いベイン。バイ落ちてるし。バイ戦。うん。あんまり行くの怖えな。オッケーオッケーオッケー。とりあえず確実にヘカリム来るね、これから。あ、惜しい。あ、もう。いやでも大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー、ヘカリムフォーカス、ヘカリムフォーカス。やれるやれるやれる。ナイス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 。エイトロックスが来てる、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 エイトロックスが来てる。もう余裕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 。俺最強すぎる最強すぎる最強すぎる。うわー強いよー。終わったオッケーな。え、ジジ、え、ポン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 、え、ポン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 。お兄さんめっちゃ強いやん。俺めっちゃ強いやん。めっちゃ強いやん。お兄さん、いやまあ4コアのトリスは最強ですわ、さすがに。すごっけ、うめんだよな、うめんだよな。え、強っ。ヘルメットっているの？ケンディ、最強や。やっぱりやつはうまいわ、ADC。うめんだよな。第5戦。本家本家のめちゃくちゃ腐った時のパイのダメージぐらいしか出てない。え、これボムめっちゃ可愛いね。よかったよかった。ありがとう。てか、とりあえず顔でかくない？二頭身だからね。あ、二頭身だからか。はい、ご視聴ありがとうございました。トリスティアナでのキャリフォーでした。チャンネル登録、高評価よろしくね。くね。